このような考え方、世界は天地地下からなっていると、それから魂と肉体が合したら生命の誕生であり、それが分かれると死である。で、魂が首尾よく天に昇れば祖先の神様になる。それが天にうまく昇れないと、さまざまな悪霊とか鬼とか、まあ、そういうふうなものになる可能性があるわけであります。こういう思想は宗の時代、仮称宗の時代から神官帝国まで一貫して大きくは変わっておらないのですが、その思想を持つ人々の存在が変わっていることが、そのお墓の推移から読み取れるというふうに、そういうふうに考えられます。